全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。俺はこんな儲かってるよ。うわあ、あそこに株元がいる。はい、ということで今回は、経営者のヒエラルキーって何で決まるのです。株元さん、よく粗利が一番大切っていうふうにおっしゃってる動画が結構あったんですけど、うんうんうん、実際それってどの利益額からはこいつこのぐらいなんだっていうのってあったりしますか？売上別で言うと、まあ、一応その今回参考として300万から1000万はが大体 23% で、1000万から3000万が 21%、 1億円以上が 19% みたいな感じ。どの大学からすごいんですかっていう質問されたらなんて答えんの？マーチそれはお前の主観やんみたいなそれはだからさ、お前が人大だからマーチは上に見てるかもしれないし、知らんけど、でも多分こいつからしたらいや、こっちはでもトップじゃないですか。そういうともうトップ 1% とかなんですけど、いやいや、そうだけど世界は幼稚園だと思うどっから見るかによって違うじゃん。株元さんが普段飲んでる、そうで普段飲んでる界隈で経営者界隈って受験する人界隈でって言ってるのと一緒よ、はい、受験する人界隈で大学ってどっからすごいんですかみたいな、お前はマーチだと思ってるわけでしょ。世間的に見ればマーチかなっていう、こう見れば。いやもう汗で売上がどのぐらいのランクか、まず最初に起業する時も法人を作るか作らないかっていうまず最初のラインがあるわけですよ、はい、年収がいろんな諸説あるんだけど、800とか1000とか2000とかなんかいろいろ諸説あるんだけど、ぐらいから法人化すると手取りが多くなるっていう理論があるわけですよ。ここまで経費にしてとか、要は法人化すると税理士とか決算費用が必ず発生するから年間10何万は絶対かかります、だけど圧縮できる費用がこんぐらいありますとかあるから、まず最初の壁は個人事業主か、まあ、経営者かの違い。だから年間3000万儲かってて法人作らない人っていうのは逆にレア。一時的に3000万だったらまあわかるけど、ずっと3000以上稼いでるのに法人化してませんみたいな人はちょっとレアかも。なので最初の壁はもしかしたらそこかも。普段どんぐらい経費を使うかによって1000なのか2000なのかって人によって違うから明確にいくらとは言えないけど、法人なりしてないってことはまあおそらく継続的に1000は稼ぐ自信がまだないんだろうなっていうふうに見る。やっぱあれですか、個人からその法人上がったタイミングでやっぱ周りの見方とか変わったりするんですか？いや、そんな変わんないけど、でも個人でやってます、まだ法人化してませんってなったら3000稼いでるってことはないだろうなっていう感覚。じゃあ法人になってる人はあこいつまあ3000ぐらいあるんやなみたいな。法人になってるからといって3000いってるとは思わないんだけど、でも個人だったら絶対思うっていう感じ。法人化しても別に儲かんない人いっぱいいるからさ。だけど個人だったら損だから、3000稼いでるの個人でやってたら、だからちょっとそう思うけど、あえてそのヒエラルキーをつけるとしたらまず最初の壁がそこ。これが分かんないけど大東亜帝国とニット駒線のラインぐらい。はいはい、分かりやすい。分かりやすい、分かりやすい。次のランクが1から10とかですか？次のランクは日東駒線からマーチの差ぐらいになると、それを1億にするのか10億にするのかちょっと例えば難しいかもしれないけど、まず法人化しましたと。で次のラインはちょっとお金持ちというか、個人単位で言うとお金結構持ってる部類に入るか入んないかっていうのが多分5000万ぐらいなんじゃない。だから法人化して業種にもよるんだけどね、利益が2000万3000万っていうのはゴロゴロいるというか、基本損ぐらいぐらいな感覚かも。1000から3000の間、これがもう法人の社長やってる一番のマス層かも、ラインとしては。でその中で5000とかのレベルに、まあ5000って言っても月なんか4、500みたいな稼いでってなったら結構儲かってる部類だよね。それはね、壁じゃないけどその辺までは行ったらすごいみたいな。で周りの見方も変わるみたいな。俺は変わった。俺が500ぐらい稼いだ時はお金持ち扱いされるようになってきたなって思った。お金持ち扱いって例えば会員制とかってことですか？会員制っていうか何万円とかもするご飯の食事とかに誘われておごられなくなったみたいな感じ。当然みんな出す会なんだけど、前はおごらなきゃいけないから、はい、先輩が誘ってくれなかった会に当たり前のように行って当たり前の自分で払ってるっていうなんか感じになったりとか、うん、儲かってるから聞いた方がいいよみたいな言われ方をするようになったりとか、はい、なんかそういうのがすごい増えて、あなんかもしかしたらちょっと儲かり始めたのかもって思ったのがそのタイミング。それ言ってなくても周りが雰囲気で察するんですか？察する。ここ呼ばれてるってことはじゃあこいつこれぐらいあるんやな、で他も呼ばれてみたいなのが連鎖してる。そうそうそう。で基本的にその利益って売上が下がるごとに利益率っていうのは基本的には下がるのよ。
つまり2500万の利益と5000万の利益って売上は倍以上違うみたいな、何倍か違うから、外から見えるのって流通だから、仕事のだから、なんか仕事の流通3倍ぐらいになってる空気感出てるなみたいなの、なんとなく分かるというか、利益がいくらかは正直分かんないんだけど、だから仕事の流通してそうな空気感みたいな、まあ、ちょっとマニアックスの話するのだから5000万とかになってくると俺は変わった。だし俺も5000稼いでる後輩がもしいたら、何も気使わずに金かかる遊びとか1人何万ねとかっていうのも何の抵抗もなく徴収できるから遊びやすい。クソ稼いでない同期はやっぱその遊びづらい、クソ稼いでない同期お金がかかりそうな会はちょっとあれかもしれないですね。安い居酒屋でもいいですかみたいな時だったら、安い居酒屋とか行かないです。高校の同期とかで集まる時って どこ行くんですか。高校の同期とか集まる時はそこに合わせるよ、みんなに。まあ割り勘じゃない、てか向こうが俺に気使って、いやここは割り勘しようぜってなんかみんな言ってくれる。いつも付き合う人とかは変わってくるんですか。もちろん変わる、全然変わる。俺は会社の携帯上それなりに金ある同年代がいっぱいいる会社の携帯なんで、あんまり孤独を感じずにここまで来たんですけど、世の中の会社で社員は年収500万400万だけど自分は何千万何億で儲かってますっていう人はいっぱいいるわけよ。その人たちって友達は外部の社長になるわけよ。だからそういう人たちの集まりに一緒になって呼ばれるっていう感じになって、その呼ばれる先輩がちょっとずつレベル上がっていくみたいな。で逆に俺も分かんないけど、仮に後輩が10億とか稼ぎ始めたら誘いづらいのよ。俺なんかが誘っていいのかな、ちょっとその微妙に気使っちゃうというか。でそれは多分どこでも起きるんじゃない。めっちゃ売れてる後輩誘いづらいでしょ。誘いづらいです。うん、それは経営者会もあるよ。うん、だからヒエラルキーで言うと多分その5000万のラインで、そこ超えたらあんま関係ない気もするけどね。多分数億円とか稼ぎ始めると、めちゃくちゃバブリーな1日100万とか何百万みたいなところに平気で呼ばれるようになるとかはあるかもしれないけど、そういうのに要は100万稼いで100万使う人と、1000万稼いだら50万ぐらい使っていいかなって思う人といるわけじゃない。だからその結局いくら使うかみたいな、エンタメとかのラインが合う同じぐらいな人がつつるむイメージ。別に3億の人でも300億のやつにタメ口使ったりとかの可能性は別に全然あるというか。あるね、あるけど3億と300億が初めまして出会ったらタメ口にならないとか、3億時代からの友達だったらなる気がする。これあれなんですか、その業種によって、例えば業種とか従業員持ってる数で、まあ、この人すごいとかってあったりするんですか。そんな売り上げなくても、例えば介護事業とかやってる方でその社会貢献しているじゃないですか、そうするとおすごいなとか思ったりするんですか。その経営者界隈で売り上げがなくても、まあ、社会貢献してるとか、例えば飲食で、まあ、利益率大体3割ぐらいじゃないですか。飲食ですごい店舗拡大してるとかだと、あこの人すごいなみたいな、その業界とか従業員数で上下とかあったりする、感じたりとかするんですか。あんまないかな。本当にじゃあもう純粋な売上だったり利益とかで、代理店業とか下請け会社やっててってなってきたら、もしかしたら多少はあるのかもしれないけど、ほぼないね。浜本さんもそこは別に感じて。感じてないね。だし、あの年齢によって結構違くて、まあ、この超マニアックな話なんだけど、今の40後半とか50前後の人たちって、例えばだけど携帯ショップとかさ結構あるじゃん世の中。あんなのさ au がやってるわけじゃないのよ。 au のなんか代理店みたいな、でもあんなの今俺らやろうと思ってもできないわけよ。正確にはできるっちゃできるんだけど、既得権益なわけよあの世代の、みたいな社長とかが見た時にもう何やってるかよく分かんないみたいな。で向こうからしたら YouTube マーケ何それみたいな感じ。だから異業種だから、業界によってのどうこうっていうのは正直ないかもしれない。なんだけど、例えばじゃあ同年代の時に、まあ、じゃあ上場してたあのエニーカラーとか、はい、M&A とかっていうその超どでかい社長たちはやっぱすごい業種これからも伸びるだろうし。だけどコンカフェの社長ですみたいな、2店舗やってます、2店舗でめちゃくちゃ儲かってますってなったら続かなそうだなとは思うよね。でも別にそれでマウントとかはないけど、ヒエラルキーだったら M&A の会社やってる方が、まあ、上って言い方ですけど、っていうのはある。あと上の世代の人たちって結構社員の数のマウントが多いのよ。概念が変わってんの、社長のなんかあるべき社長概念が。だから50代とか40代の Facebook の投稿って、今年は社員新卒何人取りましたみたいなのが一つのそのマウントじゃないけど年賀状みたいな。だけど俺らの
の世代以下は社員いらなくないとか独立してやろうぜみたいなのが増えてる最近ね。だから社員数なんて少数制でやってる方がかっこいいじゃんっていう概念ちょっと逆なんだよ。だからで上の世代はいっぱい人いた方がかっこいいみたいな、こんだけの人を将軍として引き連れてるぞってやりたい、それは少数制でいけてるだろ賢いだろみたいなのでやりたいっていうのの価値観のさ、もちろん例外あるけど大枠としてはちょっと差を感じるとか。そう、加藤さんも実際言われたわけじゃないですけど、なんか感じたことあるんですか、その 40、50 代の社長に君んとこ社員ゼロみたいな。その人に言われるというより、はいはい、その人たち同士の会話を聞いていくと、お前とこ社員何になったのみたいな、何人だよ、あ増えたねすげえじゃんみたいな。でも俺は同年代の社長と社員何になったのなんて聞いたことないわけよ。社員が多くて効率悪い系してる方がかっこ悪いから、そこが年代によって話すこうあれが違うなと思って。マニアックな話です。マニアック、はい、ということで今回は経営者のヒエラルキーでした。ありがとうございました。